2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せだぜ。しかも、本編後の雑談では朝までに、起きた重要な米経済イベントを、できるだけ取り上げるわ。韓国経済を中心に、主要な金融ニュースも、理解できる。これはお得だよな。一挙両得ね。だから、応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。対中輸出規制、日本の半導体装備輸出規制に中国が報復しさ。韓国半導体針のむしろを韓国電力、債券発行 72% 増やす。では、記事のツッコミを読むわよ。対中輸出規制、針のむしろという言葉の意味を辞書で引くと、針を植えた敷物の胃から、批判、非難にさらされていたたまれない様の例え。いつも苦しめられている、辛い場所、環境にいることを言うそうだ。なぜ、これを日本語辞書で確認しておいたかというと、今回の記事に出てくるからだ。タイトルも書いてあるが、その文をまずは引用してみよう。米国と日本の強い連帯が、韓国を針のむしろに座らせることになるという見方もある。韓国半導体協会の、イ・チャンハン副会長は半導体装備の大部分を生産しているオランダと、日本、米国まで対中規制に乗り出しているのに、韓国の立場としては、米国の顔色を伺わないわけにはいかない状況と、診断した。匿名を求めた業界関係者も、同盟国の積極的な参加が、結局韓国にも、中国ではなく米国、側に立て、という信号と、解釈されると話した。このように韓国半導体は針のむしろという。でも、こちらからすれば自業自得だよな。アメリカ主導のチップ4同盟に、参加もしないで、様子見をしていたらアメリカに、先手を打たれて、韓国の半導体潰しが、始まったことはすでにいくつか、動画化してきたことだ。例えば、アメリカでの半導体補助金を、受ける条件では、中国での投資が10年間禁止される。しかも、米国内で製造することが、基本となり、中国から素材を使うことも、段階的に禁止となっていく。そして、韓国のサムスン電子や SK ハイニックスは中国に大規模な半導体工場を持っているのだが、それをアップデートするのは 5% 範囲内と決められた。これで韓国はこの範囲でアップグレートできるとか喜んでいたわけだが、アメリカはそんな甘くないのだ。最新鋭のアップグレードする必要な半導体装置を日本が輸出規制に。半導体装置23項目を追加したので中国に持ち込めなくなりました。つまり、事実上、中国工場はそのうち機能しなくなる。つまり、日本は韓国の半導体潰しに間接的に加わったことになる。でも、それはこれから日本の半導体を復活させるのだから当然の判断だよな。韓国は味方ではない。ただの敵だ。といったところで日本の対中輸出規制は実は韓国半導体を針のむしろに追い込んでいくと。では、今回の記事を整理していこう。前半は韓国半導体潰しに加わった日本。後半は久しぶりに関電についてだ。電気料金の値上げをユン氏が待ったをかけたので。天文学的な負債は減るどころか、増えるばかりと。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、任せておけよ。記事の要点。1、日本は7月から先端半導体装備23品目の対中国輸出を事実上中断すると発表した。先端半導体製造工程に必要な極端紫外線、EUV 基板装置、各種エッチング、検査装置などだ。
どれも10から14ナノメートル1ナノメートルイコール10億分の1メートル以下の線幅を持つ。先端製品を製造するのに必要な装備だ。日本は今回の措置は特定国家だけに適用されるわけではないと説明したが、事実上米国の対中輸出規制に参加するものだとする見方が優勢だ。に、日本は米国、オランダと共に半導体装備強国に挙げられる。東京エレクトロン日本と ASML オランダ、アプライド、マテリアルズ米国など5大半導体装備企業が世界市場の 79.5% を占めている。人工知能 AI などに入る最先端半導体を作るためにはこれらメーカーから供給される装備が不可欠だ。 EUV 装備を唯一生産している ASML も対中制裁に参加することにしたことと同様、日本の今回の参加が中国にとっては致命的だ。 3. ただし日本企業も出血を甘受しなければならない境遇だ。2021年日本半導体装備の海外売上高は2兆9705億円で、このうち中国が占める比重が 33%、9924億円で、最も多かった。東京エレクトロンは2021会計年度売上のうち 26% を中国に依存している。半導体回路に関連した機器の中には対中国売上シェアが 90% に達する場合もある。ブルームバーグによると、東京エレクトロンの場合、売上が5から10%ポイント減少する見込みだ。4、韓国半導体業界も緊張しているのは同じだ。日本のこのような規制参加で、中国に工場を置いている。サムスン電子と SK ハイニックスは日本製装備を現地工場に入れるのが難しくなったためだ。半導体業界関係者は今年10月まで対中輸出統制猶予が適用された状況だが、この措置が延長されなかった場合に入れることができない装備、部品目録が徐々に拡大しているとしながら、どれも先端チップの生産に不可欠と説明した。現在サムスン電子は全体難度型フラッシュメモリーの 40% を、SK ハイニックスは DRAM の 45% を中国で生産中だ。SK ハイニックスは2021年インテルから大連にある難度型フラッシュメモリー工場も買収した。5、韓国政府と与党国民の力が先月31日の政府与党協議会で4から6月期の電気、ガス料金引き上げを保有すると、料金引き上げを期待していた韓国電力は厳しい状況に陥った。電力を売って原価の 70% しか回収できない韓国電力は、昨年32兆6000億ウォン約3兆2577億円の赤字を出した。今年も上半期だけで10兆ウォン以上の赤字を予想する。韓国電力は1ヶ月に4回にわたり発電会社から電力を購入しその代金を支払わなければならない。6、資金確保が厳しい韓国電力が代金を調達する方法は2種類だ。債券を発行するか銀行から借り入れることだ。通常銀行の貸し出し金利が社債発行金利より高く、韓国電力が必要な資金を全て銀行からの借り入れで充当するのは負担だ。結局残るのは関電債の発行だ。ちょうど道も開かれた。国会は昨年末に韓国電力法を改正し、関電債発行限度を資本金と積立金を加えた規模の2倍から5倍に引き上げた。経営危機を解消するための緊急状況では、産業通商資源部長官の承認により、限度を6倍まで増やせるようにした。花証券のキム、三万債券チーム長は電気料金を追加で引き上げず、毎月3兆ウォンずつ関電債を発行するならば、一部債券の満期が来る点を考慮しても、今年関電債残高は90兆ウォンを
突破するかもしれないと予想する。7、問題は関連債が、金融市場に及ぼす影響が、少なくない点だ。関連債は一般社債と、違い政府が支払いを保証する。格付けは最優良等級である AAA だ。関連債が国民債と、呼ばれる理由だ。昨年韓国で発行した債券の 4.8%、社債発行量の 45.6% が関連債だった。有料株だが最近では金利まで高い。金融投資協会によると5日、基準で関連債3年もの金利は 3.803% だ。金利がピークに達した昨年11月の 5.99% よりは下がったが、2021年まで長期にわたり 1% 台を維持していた点を考慮すれば、依然として高い。8、金利が高く格付けも最上位である関連債に、投資需要が集まれば一般企業が発行する。A 級以下の社債はさらに、高い金利を提示しなければならない。それらの企業は資金調達が、厳しくなるほかない。特に最近の世界的な銀行危機で、債券市場が冷え込んだ状況で、関連債に資金移動が起きれば一般社債が忌避される駆逐効果が深まりかねない。以上の8つだ。しかし、ユン氏が無能すぎて笑えるよな。要点は以上だ。霊夢、なんでユン氏は電気料金の引き上げをストップしたんだ？それだけじゃないわよ。ガス料金の引き上げもやめたわ。ええ、マジかよ。関電とガス公社が破綻するんじゃないのか。そもそも、高く買って安く売るという商売の原理から楽に言ってたのだけど、昨年は資源やエネルギー価格が、コロナ禍やウクライナ戦争で天文学的な赤字を出したわ。過去の動画で取り上げてきたけど、昨年は関電は32兆ウォン、ガス公社は10兆ウォンの赤字よ。だから、電気料金とガス料金の引き上げが必須だったわ。だよなぁ。何度もジンボルトが取り上げたから覚えてるぜ。それが、ユン氏が訪日して支持率が 30% になったこともあり、これ以上の低下を恐れて、公共料金引き上げが一斉に止まったわ。でも、記事にも出てくるけど毎月、電気やガスを買うお金がいるわけよ。だから、大規模な社債を発行するわけね。おお、そうだった。つまり、ユン氏の日本の土下座外交が、思わぬ事態を引き起こしたのか。だから言ったじゃない。支持率が落ちればポピュリズムに、走る。反日路線に舵を切っている野党は国民からの受けが良いから、もう、ユン氏は何も痛みを伴う改革はできないわ。日本に土下座外交したところで、韓国民からそっぽ向かれたら、いずれはろうそくに焼かれるだけなのよ。ジンボルトがなぜ、日韓外交で重要なのは韓国の反応だと述べたか。これで分かってもらえたと思うわ。支持率が落ちたら何もできない。選挙にも勝てない。少数与党である以上、国民を無視できない。だから、福島さんの輸入禁止もそのまま。結局、ユン氏の政権はもう霊夢だっくてことよ。って、解説が長くなったわね。記事に戻るわよ。こうなる予測ができたので関電は早急に電気料金引き上げに動いていたのにそれを阻止するとか。しかも関電債を発行限度額を5倍に引き上げたとか、本当、やることが悪手すぎて。ムン君の方がまだマシなんじゃないか。今、就任してから10ヶ月程度経過しているので、そろそろムン君だけのせいにするようなこともできなくなってるぞ。では、順番に見ていこうか。まず1と2だがこれは経緯の確認だ。すでに前回で取り上げたことだ。日本は中国を狙ったわけではないらしいが、どう見ても中国への規制です。それに対して中国が電気自動車 EV と充電発電用モーターなどに必要なネオジム、サマリウムコバルトなど高性能気ドル異磁石製造技術について、国家安全保障を理由に輸出禁止を検討していると、まあ、
動画で突っ込んだが好きにやれと。日本は大して困らないと。それで3が新しい情報だ。日本企業も半導体装置が売れなくなるので売り上げが減少すると。中国で売れない分、他の市場を育てるしかないよな。東京エレクトロンの売り上げが 10% ほど減少すると。案外、少ないよな。中国のシェア高いのにそれが、輸出規制で売れなくなるのに、10% 程度で収まるのか。まあ、日本企業はこういうのを、予期して貿易多角化を、やっているってことだろうな。すでに昨年の10月から時間はあったものな。次に読んだが冒頭で少し突っ込んだが、実は間接的に影響を、受けるのは韓国の半導体だと。インテルにはめられた SK ハイニックスは中国の工場を買ったものな。それがそのうち使えなくなるわけだが、アメリカの規制緩和のおかげで、数年は寿命伸びたじゃないか。よかったな。でも、最新 A アップグレードできないならいずれは中国の工場を捨てることになる。この機会にインドやベトナムにでも新工場を作ればいいじゃないか。もちろん、そんな予算があればの話だが、韓国半導体が大赤字で輸出激減している以上は難しいだろうな。ああ、でもサムスン電子は韓国に大規模な半導体クラスターを形成して300兆ウォン投資するんですよね。しかも2027年とか、本当かどうか知らないが。では5からは関電の話題だ。4から6月期の電気ガス料金引き上げを保有する。これひどいよな。もう、関電を見捨てたレベルじゃないか。でも、関電だけが死ぬわけじゃないんだ。韓国が電力を変えずにこのままブラックアウトするか。大量の関電債を発行して、赤字規模を増大させて。その余波で韓国企業の資金調達コストを上げて、破産の道連れにするか。どちらに転んでも面白いですね。まあ、ユン氏が無能ならどうしようもない。次に6だが、関電が資金調達する手段は2つ。1つは銀行から借りる。もう1つは債券の発行だ。もちろん、銀行が全て貸してくれるわけないので、債券の大規模発行を選択することになる。だが、これはとんでもない事態を引き起こす。それが7に書いてある。金融投資協会によると5日、基準で関電債3年もの金利は 3.803% だ。確かに昨年の 5.8% より 2% ほど下がっているが、これはアメリカの米国債の利回りが低くなっているためだ。だから、韓国債や社債の金利が下がっている。毎日、ウォン安速報で金利は確認しているが、実際、まだまだ高いとしか言いようがない。でも、これから関電債を1ヶ月3兆ウォンずつ増やすなら、他の企業の社債金利を高く設定しなくてはいけなくなる。それが8に書いてある。しかも、最近は原油価格が高騰している。関電の赤字規模は拡大するしかない。それで、こうなったのもユン氏が電気料金引き上げをストップしたからだが、今後、どうするんだろうな。最初に書いてあったが、今年も上半期だけで10兆ウォン以上の赤字を予想するんだろう？すでに30兆ウォン以上の負債を抱え込んで、また10兆ウォン増やす。しかも、電気料金引き上げはいつになるかもわからない。債券発行限度額が5倍になったかもしれないが、ひたすら債券発行すれば、他の体力がない韓国企業が危機となって倒産していくだけだぞ。まあ、それはそれで面白いかもしれないが、なんで国民に痛みを訴えて電気料金を引き上げないのか。ユン氏、結局ポピュリズムに走るなら用日なんてさっさと捨てた方がいいぞ。ニュースは以上ね。おお、今回は私が読むところなかったのか。マリサ、私なの？何か変か。これから可愛さ路線で行くんだぜ。まあ、いいけど。急に変わると何か違和感が。そんなことより朝の金融ニュースを
始めようぜ。わかったわ。では、始めていくわよ。このコーナーも少しは慣れてきたかしら？雑談形式だとすぐに質問はできていいと思うぜ。よし、まずは今朝のダウを確認しようぜ。朝のダウは 33,485.29 プラス 2.57 ドルで終わったわ。横ばいね。なるほど。つまり、市場も方向性が定まらないのか。まず、ハイテク株のマイクロソフトが 2.55% 上がったわ。アップルも 0.55% ほど上げてるわ。ただ、景気敏感株であるキャタピラーがマイナス 2% と下がってるわ。ただ、ウォルマートは 0.75% 上げてるわね。横ばいだと方向性は難しいわね。なるほど。次は主要ニュースを教えてくれ。そうね。やはり、セントルイスのブラード総裁の発言かしら。ただ、その前になぜ、彼の発言が重要かを解説しておかないといけないわね。ああ、FRB や FOMC について説明するのか。韓国経済で一度、詳しくはやったのだけど、あれから時間経過してるので復習しておくわ。そもそも FRB や FOMC って何から始めていくわよ。FRB、ザ・フェデラル・レサーブ・ボードの略は、日本における日銀と同じ、米国の中央銀行制度の最高意思決定機関で、日本語で連邦準備理事会とも呼ばれます。連邦準備理事会は、7名の理事から構成されています。FRB が開く金融政策の最高意思決定機関に、連邦公開市場委員会 FOMC があり、FRB の理事7名や、地区ごとの連邦準備銀行 FRB 総裁5名で構成されていて、米国の金融政策や FF レートの金利誘導目標を決定しています。SMBC の日興証券にはこのような解説がしてあるわ。つまり、簡単に言えば、FRB パウエル議長が率いるアメリカ連邦準備銀行のトップ集団ってことね。だから、FRB 議長は大統領に次ぐ権力を保持していると言われるわ。つまり、彼の発言はバイデン大統領の次に重要視されるってことよ。そして、米国の金融政策を FRB が FOMC を開催して決定しているわけね。今、世界中で注目されるのは利上げするか、しないかってこと。それで、利上げするかしないかは、FRB7 人の理事と5人の銀行総裁の意思決定が重要となるんだぜ。そうよ。そして、セントルイスのブラード銀行総裁はそのうちの一人だったわけね。地方の銀行総裁が意思決定に参加できるかどうかは、毎年4名は交代制で1年任期となってるわ。まあ、ニューヨークは常任だけど。だから、現在、意思決定に参加できる5人の銀行総裁の役職や名前は覚えておいて。そして、もう一つ重要なのはハト派や、タカ派ね。鳥グループに分かれているのか？そうじゃないのよ。意思決定に参加できる12人は3つに分かれているの。景気重視はハト派。中立。さらに物価重視はタカ派と呼ばれているわ。それでハト派の5人を紹介するわ。まず、ニューヨーク地区の連銀総裁であるウィリアムズ氏ね。次にシカゴ地区連銀総裁のグールズビー氏。あと、理事では副議長のブレイナード氏と、クック氏やジェファーソン氏も、ハト派に分類されてるわ。ふむふむ。彼らは景気重視と。中立のスタンスであるのはパウエル議長、バーシア・ボーマン氏。あと、フィラディルフィアの連銀総裁の、ハーカー氏ね。中立で一番出てくるのはパウエル議長だから。それで、最後はタカ派ね。利上げ動向を追うときに注目されるのはパウエル議長と彼らの、発言よ。ダラス地区連銀総裁の、ローガン氏。ミネアポリス地区連銀総裁の、カシュカリ氏。最後は理事のボラー氏ね。以上の12名が今年の投票決定権を持つメンバーとなるわ。
最初、名前を覚えるの大変だと思うが、パウエル議長、理事、連銀総裁はよくニュースに出てくるからすぐ覚えられるぜ。そうよ。今回のニュースでも早速出てくるわ。では、読んでいくわね。米セントルイス連銀のブラード総裁は6日、金融環境の悪化に、対し当局が取った措置は奏功していると、述べ、高インフレと戦うための、利上げは続けていくべきだと、話した。霊夢。ちょっと待て。ブラード総裁はメンバーではないよな。彼は2022年の、メンバーだったけど、金融ニュースでは彼が超有名人なのよ。実際、2022年は高派の彼の言う通りになったわ。では、続きを読むわよ。ブラード総裁はアーカンソー州リトルロックでのイベントに出席。講演後に記者団に。金融環境に見られたストレスは、少なくとも差し当たりや笑いだようだと、指摘。したがってインフレとの戦いを、続け、ディスインフレの軌道に乗せる取り組みをする良い機会だと、述べた。最近の銀行不安に起因する信用状況の、引き締まりについて、米経済をリセッション景気後退に追い込むほどの規模ではないと、述べ、ローン需要がなおも強いことを指摘した。総裁は講演で、金融環境は一段と引き締まっているとした上で、現時点における金融ストレスと金融環境に関する指標は、2007から09年の世界金融危機時に見られた水準と、比べると低いレベルにとどまっているとも、指摘。緊急の銀行向け貸し出しファシリティ新設といった連邦準備制度理事会、FRB による対策は、奏功しつつあるようだと評価した。適切なマクロプルデンシャル政策を、継続することで金融ストレスを、抑えることができる一方、適切な金融政策はインフレにした方向の、圧力を与え続けることができると、述べた。少し省略して利上げ予想を見るわよ。講演ではこの先のインフレは定着性を持ち、2% 目標に押し戻すのは難しいと思われると発言。だからこそ続けなくてはならないと、述べたわ。そして、彼の今年の金利予想は 5.625% らしいわ。おいおい。利上げ凍結じゃないのかよ。でも、さっきも言った通り、彼はメンバーではないので、2022年よりは注目度は低いわ。なるほど。よし、これで終わりか？あと、もう一つ重要なニュースがあるのよ。サクッと読むわよ。近く始まる米国の決算シーズンは新型コロナウイルスの、パンデミック、世界的大流行以降で、最悪となる見込みだと、ゴールドマン、サックス、グループの、ストラテジストらが予想したわ。リリー、カルカニーニ、デイビッド、コスケン両氏を、含むゴールドマンのストラテジストはリポートで、S&P500 市株価指数構成企業の、1株当たり利益は1から3月第1四半期に、前年同期比 7% 減少すると、予想。これは2020年7から9月第3四半期以来の大幅減少だという。アナリスト予想の通りであれば、1から3月は S&P500 指標の利益動向の底になると、ストラテジストは指摘した。ニュースは以上ね。まず、これからの金融ニュースで注目なのは米企業決算ね。特に4月14日、大手米銀の JP モルガン、チェイスと、シティグループが最初に発表する予定よ。おいおい、盛りだくさんじゃないか。だから14日までに用語解説をできるだけしたいのだけど、間に合わない場合は一緒にやっていくわ。日本企業の決算はどうするんだ？そうね。有名企業は取り上げておきたいけど、比重は米経済を重視するわよ。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。